ラビエルも仕入れたよ。仕入れました。はい、昭和の車が大好き、八幡ガレージインパクト香川奈也です。お、鍋です。はい、ということで、今日は熊本人吉まで向かおうと思います。はい、ちょっと重てえな。今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。山田パーキングエリアです。はい、山田パーキング、倍以上ありますね。意外と遠いんですよ。あと2時間半はあるね。じゃあ始めまして、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、3台査定なんですよね。はい、で、まあ電話である程度話してるんですけど、うんうん、ほぼほぼこちらの2台はもう、うん、いいよっていう感じにはなってます。うん、はい、でも一番気になるのはこちらなんですけど、うん、そうね、Y30 セドリ。セドリ、これあれやもんね、これブロアムビップ、うん、ビップ本物ビップが仕様になってる。あ、仕様なんですね。そう、あ、でも3リッターですか。3リッター。バンパーも大きくて、そうで、ビップ仕様ということは、じゃあメモリーシートが付いてない。そう、もうあんまり気持ちくなくて、あ、付いてないですね。ね、あー、ね、それとあのカラオケ用のマイクが刺さらないようですね。うんうん、はい、こちらももし条件が合えば、条件が合えば持ってていいよって感じ。条件が合えば。はい、ありがとうございます。じゃあ今からしっかり見させていただきます。はい、これフルノーマル。フルノーマル、いつ頃購入されたんですか。1年半前。買ったからなんかこう変えたとことかありますか。後ろのあれだけ。ガーニッシュ。これだけ。リアガーニッシュ。これ。うわ。これ。昔の。昔のそのまま、当時もの。デザインですか。これいくらですか。これ。はい。え、これだけで。そうよ。昔の箱付き。ああ。そう、どうやって、ヤフオクかなんかで買った。そう。30万そう。査定をさせていただきます。よろしいですか。どうぞ。駐車査定ボーイ、ありがとうございます。じゃあ鍋さん、はい、順番にやっていってください。はい、じゃあこれからいきます。おー、 Y30 パワーシート、いいですね。お、エアコンもバッチリ。はあ、これいいな。コーヒー&レストランウィーク。マッチがいいな。Y30 はですね、中がふかふかなって、いいですね。シートは。とても。鍋さんは大好きなセンチュリーを見てます。3000の V6 ですよ。いいね。いや、ほんとこう、ビップとの違いって、この足回りが違うのと、内装の、まあメモリーシートが違うぐらいで、ほとんどあと一緒なんです。でもやっぱりちょっとね、価値が変わっちゃうんですよね。エンジンをかけて待っていってくれる。もうエアコンちゃんと効きますってっていう証です。はいはい。白のね、この辺が Y さんは弱いんですよね。あ、ちょっぴり出てきてますね。で、これがなんと30万円のリアガーニッシュ。かあ、やっぱいるんやな、こうやって買う人が。高えなと思って見よったけど、本当に買う人を初めて見た。はい。これも売るのはやっぱ狭くなったから。狭くなった。まあね、ガメラがあるから必要ないからですね。Y30 いいなぁ。うわ、マットもちゃんとセドリックのマットがついてますよ。美しいな。これなんか、鍋さんは今あれを見てる。鍋さん、それさ、メーターが映らんくなっちゃうやろ。メーター、うん、
メーターが映らんらしい。これがまた高い。これがない。VIP 仕様です。横にこの VIP エンブレムですね。これも割とするんですよ。まあ前がやっぱ極端に高い。はい。ここは終わりでございます。これ終わりで。ん？綺麗。美しい。はい。それではベンツ、いきます。おお。これはもうね、新しいな。もう平成25年時代、俺にとっては新車みたいなもんやねんな。うん。すごい。おお。やっぱ、エアコンの効きが違うね。めっちゃ涼しい。新しめのポイントはですね、もう部品が変えられてるかどうか、ネジの付け根をやはり見ることですね。新しめであればあるほど見やすいんで。なんか緩んでる。パッキンが緩んでる。ハイブリッドです。前、オッケー。後ろがこれ、中に入り込んじゃうんでようわからんのやな。前は大丈夫っぽいよね。後ろはどうですか、渡辺さん。横も大丈夫っぽい。いいね。車が新しいとわからん。これトリップどこにあるの？だいたいこのベンツはいいね。ベンツ問題ないな。問題はこの子ですよね。この子はちょっと問題がありですね。まず色というか、なんか塗ってる感があっちこっちある。ゼントですね。これゼント。ゼントしてます。うん。なんかこう、縁々が、塗装跡があるね。はい。塗装跡があります。と、メーターが映ってない。ただ、エアコンとかは効いてるんだけどね。メーター自体が映ってない。ああ。令和6年、11月。今6年よね。一応11月まで車検あり、ちゅうことですね。エアサスコントローラー付き。外してなく乗ったんでしょうね。マスキングして。もうこんな。そうやな。はぁ、あ、マスキングして、こう、塗ったんやろ。はい。外さんでマスキング。でもこれは外しそうだよな。この端っこの、ここ。はぁ、あ、なるほど。ちょっとこれはよろしくないですね。よろしくないセンチュリーですね。はい。反射感が漂ってます。はい。ありがとうございます。OK です。すいません。お待たせしました。ありがとうございます。で、ちょっともうセンチュリーはあまり状態が良くない。良くないです。だからまあ、20で一人させてもらおうと。で、ベッドの方ですね、思ったより状態いいんですけど、ちょっとサンルーフがなくてですね。なるほど。はい。100でお伝えしたんですけど、プラス10万円。もう一回いきます。はい、いきます。はい、チーズ。いいですね。もう一回いきます。はい、チーズ。皆さんご一緒にどうですか？おいしい。あ、これでっかくなんで、どうぞ。はい。出た。あ、ガメラや。あ、ガメラ持っとったら、豚ケツは前だけガメラに。ガメラにした。同じあれ。はい。日本地検かなんかの、やっぱはめちゃったでしょ。はめました、この顔。ああ、いいっすね。お前見らんでしょ。初めて見たガメラ。本物。ああ、ちょっと、開けてもいいですか。どうぞ。これはすごい。ただ、おばからが。5、4月に 2.8 したかな？
3リッターにした。2.8 を3。あ、3リッターに入ったばっかり。4月に。はぁ。はい。2000を下ろして。下ろして。下ろして積み替え。積み替えて。今3リッターですかね。3リッター。はぁ、3リッターになってるんですね。中もめちゃくちゃ綺麗ですね。ベストはかけてるんですか？あ、そうでしょうね。うわ、渋。あら、ホイールもピカピカですね。中も超ピカピカ。これはまあ、こちらにあったっていうことは、まだ売る気は全くない。あ、そうですよね。4月にエンジンやり替えたら、相手まだ何本、どうしこましとらん。ね。まだ鳴らし運転中でしょ？鳴らしもまだです。まだ。まだあ、この上に見えるのそれの、はい、中に入っていて、あー、カポスカの S2 まで、あれば真似するために、今撮れるんですよ。あ、そうなんですか。ウル型で。へぇー。そう。そう。それでですね。そう。研究対象が。ちょっと言いますね。ね、L 型がこれであれば、入れてる人怒る。ああ、そうなんですね。なんかあの、GTR みたいな音がしますね。なんか、音入れがすごいって聞いたんですよ。ちょっと見ていいですか？はい。今村さん。会いたいですね。すごい、尿を済ましたら、息子はズボンの中へしまい込んでから。しまい込まって出る人がいたんですね。罰金が一滴1000円。なるほど。結構今村さんがじゃあ息子を出したままうろうろしてたんです。絶対禁止。禁止。まあ、みんな、あれですよ。はい。従業員で。あ、手作りなんですね。手作り。いや、でも、ピッカピカじゃないですか。手作り。今村さん以外はピカピカに使うんですよ。あれ、ビール禁止。ああ。ありがとうございました。まだ6万キロ。実走行。しかも、エアコン。エアコンがちゃんと効くんですよ。珍しいですよ。3本釣りです。なんか至福の時ですね。はい。以上、人吉買取編でございました。皆様ありがとうございました。このようにですね、出張買取、どこでもお待ちしております。全国どこでも飛んでまいりますので、概要欄よりお問い合わせください。相変わらず整備士さん大募集でございます。こちらの方もよろしくお願いします。それでは皆さん、また来てね。じゃあね。飛んでる多い。ついに、うちに Y30 が戻ってまいりました。Y30 から始まりましたよ。そうよ。うちの歴史は Y30 から始まっちゃうもん。あれも VIP 仕様やったわ、そういえば。下ろします。あ、どうぞ。気持ちちょっと出たアンテナが気になる。はい。いいや。ビップ仕様。オライ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 。K。これいいなぁ。 Y30 をこの前買ってきた熊本県の人吉のでお土産で栗と美味しいご飯をいただきました。新米をそちらで栗ご飯を作りました。お裾分けで皆さんで食べましょうということで手を合わせてください。はい、いただきます。はーい。じゃあまずはノンアルコールビールからいただきます。
最近なんかビールより美味しいね、これが。早速、栗ご飯の栗からいただこうと思います。どうですか、渡辺さん。栗です。栗です。栗でかっ。ほくほく。うん。秋の味覚スターティンやな。うん。うまいな。いいですね。栗がゴロゴロ入っとってうまいよね。なかなかね、ごくごく大変。どう、鍋さん。おいしい？ありがとうございます。いただきます。超でかかった。見た？持って帰るとき、栗見たっけ？見てねえな。栗見た？見た。もう一個ずつがめっちゃゴロゴロしちゃったよ。で、お米も、今回栗ご飯やけど、普通に炊いたいの家で、速攻で。めちゃくちゃ美味しかった。ああ。その地元民だけが、食べる幻のお米です。ああ、美味しかった。美味しかった。はい、人吉の栗ご飯と弊社の唐揚げ定食。せーの、マイパン。ごちそうさまでした。地産地消ですよ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。目的地に近づいてまいりました。久しぶりやな、こう。相当久しぶりですね。うん。忙しかったけどな。なんかひっくり返っております。こんにちは。よー、千鳥さん。お久しぶりです。いや、久々やねんすか、こっち来るの。久しぶり、こっち来るの。GTR なんですか。これ GTR？ 本物？本物。フォードア。フォードア。何年もの？ 45 年。あ、後期みたいなもんやね。あ、やけん。4枚の後期。初期型の後の前期型とか言われるやつ。うん、まあ俗に言う前期型の後期。後期みたいな感じな。球数少ないみたいですよ。へぇー。どうなんすか？状態は。状態全然良かったです。あ、良かったんやけど、レストは？でも、両クォーターは変えられてます。あ、変えられてた。どこが？いや、もう。いや、クォーター？すげえ事故車。あ、大事故車。これ、でも本人知っちゃうの？ああ、分かってます。あの、そもそも板金とかする整備屋さんなんですよ。ここ？ここじゃあ、コンパネル新品？新品っす。売りよんだよな。これ、ね、どっちも純正新品なんですよ。え？純正でまだ出るん？いや、見つけたみたいです。本人が？うん、日産のシール入っちゃった。へぇー。いや、ヤフオクで売りよんのここシングル用なんですけど、これダブルやったんですよ。ああ、すげえ。そうっす。これは当たってね。当たっちゃうっす。あ、これも当たっちゃうんだ。はい。両フェンダーはもうボロボロやったんですよ。あー、なるほど。じゃあ本物のアルカットじゃねえよ。そうなんですよ。偽造、偽造。そこ見たくて、見たかった。捏造、捏造なんですよ。捏造アルカットです。そうなんです。捏造なんですけど、まあ、こんなんやねかった。あ、ちょっと履いてみます。ちょっと履いてみます。いいですよ。サービスショットもらえる。うお GTR？ 多分こんなんではなかろうかっちゅう。叩かれること覚悟で。ああ、当然当然。叩かれる。当然当然、うん。アンチコメントで。もう慣れてますから、アンチには。これが R カットやったんやねんかっちゅう。そうそうそう。いや、それはもう、ロッキーオートのセダンを、模写した感じですから。なるほど。この辺のグラデーション、ね。いや、そうそうそう、ね。この。要は、こっちがすげー、いろいろ形があるんですよ。うんうんうん、ネットの画像とかでも。はい、はい、はい、はい。要は、ドアのプレスが、こう、サーフラインがこう、いくやね、うんうん。の、ここの頭と、うん、この、オーバーフェンダーであろう、アーチのラインのこの、融合した感じ。ああ。これ、サーフラインのラゴリがあるわけですね。あ、そうそう。こっちはサーフラインの名残で、うん、こっちはオーバーフェンダーの、
はいはいはい。なるほど。これがまあ、R カット。千鳥風 R カット。まあそうっすね。千鳥カット。これもう完成近いんですか？あ、やけんもう外装はもうあと屋根とボンネットだけです。何色にするんですか？これは濁ったシルバーみたいな。ああ、ちょっとシャンパンゴールドまではいかんすけど、あのシルバーがいいみたいな。ああ、なるほど。あともう一台は？あれは？あれは LG や。あ、G。あ、G じゃない。あ、G。何なんですかね？シングルカムスこれ。あ、これ間違って買ったやつ？あ、やけん、ほんで1600で買ったのに1800が乗っちゃったっていう。幻の。幻の。フレーム効かなかったっていう。おじきはなんか、引退言われにはどんどんまた車が増えないで。クラウン入ってきちゃう。スーパーサルーン。シートカバー付きで。うわ、デジパネ。どうするんやろ、こんなん買って。いや、これはもう生かさんじゃないですか。だって、マルシャでどんぐらいですか ?100 万とか1000人の。絶対1000。ただでもデジパネない。あ、ヤフオクに多分出しとくさ。あ、ヤフオク出ちゃうんだ。チェックしとかんと。入れようかな。一個。ここが眠っちゃうんだよ。わジャック・ニクラウスや。違う違う、それと違う。Y30 の。5いった、56ナンバー。2桁ナンバー。うわぁ、なんかいろいろあるやん。もう正体不明な車がある。ホンダ。S800 ってやつかな。よく入れ替わりますね。うん、で、ここに。なんかカペラか、ま、ファミリアか知らんけど。なんかある。はっ、バイクもある。で、なんか、ダットさんが放置されちょ。まだストックだけでも、1、2、3、3つあるね。で、これがサニー。これもう売る気をなくしてますね。花ちゃん何歳になった？花ちゃん、番犬しよう。なぜか傘さす。と、プリンス、スカイライン、バン。珍しいちゅうて。これすげえな、Y30。ジャック・ニクラウス。Y30 はうちやろ。なあ。ちょっと見てみよう。これワンオーナーちゅうたやつやわ。うお！まだ走行5万キロ。これいいやん。これビッグバンパーに変えたらかっこいいで。へぇー。Y30売ってもらおうえ。三度目の正直や。おじき絡みで2回買って2回大赤字やけん。これやったら、これ俺いける気がする。いくらで売ってくれるんやろな。俺実は、ビッグバンパー持っちょ。作りてえなぁ。ジャック・ニクラウスのビッグバンパーバージョン。本日のうまいインパクトは、こちら！中華料理、天津喜楽です。天津やけどな。行きましょう。どうすか、長尾さん。ランクルさばいたんすか？あ、ランクル、さばきましたよ、4台。4台、どうやった？パッと1000。1台200万ぐらい。うん。いいよね。また今週とかまた下がっちゃうもんね。あ、ほんと？ちょっと全体が下がっちゃうんですよ、なんか。その、ランクルじゃねえけど、他のも。まあ、わからん。俺、旧車しか見てねえけど。おう、うん、まあ、でも下がっちゃうんですね。アルファードも下がっちゃうもん、ね。アルベルも、うん、下がっちゃう。儲かっちゃうんすね。もう儲かってください。じゃあもう儲かった人しかお付き合いしてない。じゃあ我々はもうあれか。いやもう儲かってる人、儲かってる人。自分の周りの5人を見たら自分のポジションが分かるっつって。だけどもう儲かっちゃう人。上げ調子の人5人。自分の周り5人。はい。保険家賃何件ぐらいあったらやっていけるんですか？車の損保。車で、まあ普通に飯が食えるのは、うん、まあ車が、まあ1000台ぐらい。へぇー。
果てしねえな。飯食えるってどんレベル。ああ、いや、まあまあ、そこそこ飯食える。まあ、500台ぐらいでも全然。ああ。はい。はい。よっしゃ。センターでもら捉えんと。いや、来ました。天津気楽の天津館。だって違う。それじゃあ、いただきます。どうぞ。うわぁ、これ、このタイプな。これはうめえで。この色のタイプ。なんか、赤いタイプと茶色いタイプ。赤うん。はい。はいはい、はい、唐揚げ出してもらっていいですか。はいはい、はい。はいはい、はい、ありがとう。うん。はい。うめえ。あとは、ラーメンと酢豚か。はい、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 はい。助手が酢豚。酢豚めっちゃ美味しそう。嘘。酢豚行こう。パッティ。うわ、美味しそう。いただきます。うん。美味しい。うん。失礼します。小籠包の真ん中を貸してもらっていいですか。はい、いいです、いいです。あ、落ちた。あ、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。ごめんなさい。大丈夫です。すいません。で、コーラになります。あ、ありがとうございます。やっぱコーラよね。昼はコーラ。小籠包。あ、本格的よ、これ。本格的ですね。はいはい、はい、いいですか。じゃあ、はい、す、ね、うわ、きた。水を吸まみんですね。はい、ラーメンきた。これなんかいい感じじゃね。480円のラーメンとか、チャーシューが3枚も入ってる。美味しそうですね。いただきます。じゃあちょっと早速ラーメン。さあ、わがまま、わんぱくうん。優しい。あ、うめ。あ、うまい。はい。はい、どうも。ありがとうございます。中華屋のラーメンっていう感じがするわ。うん、あ、それぞれ違う味がする。これこそそのさっき言ったアーケードのショロポン置いていくから言ったら右側の理解。ありましたかね。もう有名じゃねえかな。うん、うまっ。お前、鶏ネギラーメン行きたいよ、鶏。小籠包食ってる、小籠包。しまっちょ。しまっちょ。土曜日。土曜日の昼前。どうは鶏ネギラーメン。あ、気分やね、あそこ。あ、そうなんだ。やっぱり。美味しい、美味しい。美味しいじゃん。町中華って感じなんですね。こうあるべきよね、町中華。これ600円。どういうこと？これ？いや、あの、元禄いかんちよったやつ。いきよんです。週に1回食べていただきます。あ、女行くの。ねえな、言っても。一番、働いてる人が多いし、うん、多いさね、メニュー。ああ、メニュー多い。あの、移転して多くなった。
うん、美味しい。なんかあっさりしようけど罪悪感がねえわ。うん。入ってる。マイク、もしあれいいけどや、球大。ああ。おいしい。うん。コーラもいっぱい。ひらく、こっち、こっち。はい。はい。ひらくさん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。せーの、マイパクト。はい。ごちそうさまでした。あ、師匠、もう、おお、いいです。いいです、悪い悪い。わ、あげ、もりも。取材日焼け。いいです。